皆さん、動画でもよろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、今日も、ポケモンレジェンズアルセウス、やっていきましょう。ということでですね、行く前に一つ、やり終えてからね、一つだけ、言うこともあるし、はっやっていく、コダック、この色、なんやろな、強さ見ていこうね。とりあえずね、色違いですね。はい、そういうことです。出ました、一匹。一匹だけね。ここら辺のやつはね、残しとくべきなんで。そのままね、やっていきますね。で、ここら辺でちょっといい。レベル上げたり、いろいろやってたりしたんで、こうなってたんですけど。どっちや、こっちかね。んで、あと一匹。水タイプね。コダック使ってもいいかな。これ寂しがりですね、言っておくとね。寂しがりでございます。寂しがりなコダックです。で、あと誰入れてたっけなっていうね。まあ、奥田入れてたよね。入れていこう。コダックを、主任してというか、コダックをね、今のところ、やっていこうと思いますよ。あ、木の実とか取ったり、そういう系ね、やるのは。では、新しいエリアへと、雪原ベースへと行こうではないか。いや、出てきた時マジでびっくりしたから。もうマジでびっくりしたから。俺も中のドラゴン TK もびっくりしたけど、リアルの方のドラゴン TK もめっちゃびっくりしたから、はぁって言ってね、変な声出たし。あ、純白の塔だ。来ましたね。では行きましょう。果たして、何が待ち受けているというのか。まあ、クレベースがあるのは分かってるけど、寒いところまでお疲れ様ですね。今の。変な、モーション。純白の塔を訪れる者はほとんどいないのです。いても材料集めで、タホさん率いる製造隊がたまに来るぐらいですかね。ですが、調査隊はポケモンがいればどこにでも。クレベースがいる氷山の行き場も遥かこの先です。クレベースの任務は危険だと推測されるのです。カイさんや関さんのお話を聞き、無理は避けるようにしてください。おうよ。ドラゴン TK さん、100個いいでしょ。ああ、100個。なんで、おめえ寒くねえのかよ。ああ、むしろ暑いくらいだけど、そう好きだ。それに先生であればもっと冷たいところにおられる。先生であれば、真珠団だから、混合団だからではなく、おめえとは分かり合えない感じだな。言ってる。そうだよ。神王様は空間を作り出された存在。いや、意味わからん。意味わからん。言葉は悪いけど、関たち混合団の言う時間を生み出した神王様とは違う存在じゃないの？はいはい。勝手にそう思ってろ。で、どこに向かえばいいんだよ。先生でやればいつものところだよ。だからよ、その先生って、浜連家さんだよな。どこよ。どこよ。最も冷たいところだと言ったら、氷塊のそばに決まっている。決まっている。意味がわからん。だってよ、行くとするか。ドラゴン TK。おうよ。行くとするか。もう、人を置いていくの？時間に追われてせかせかとしている奴は少ないな。なんやろ。ドラゴン TK さんも気をつけて氷塊に向かってね。うん、うん、そうするわ。さて、氷タイプのポケモンは、雪晴らしいますね。うん、スーパーボールでいけるんじゃね？今、あっ！こっち向きやがった！こっち向きやがったな！マジかってなったな。マジかってなったな。ちょっと向こうを向きたまえ。向こうを向きたまえよ。向こうを向きたまえよ。
入れてあげるから。入れてあげるから。ね。そういうところだよ、雪わらし。あら、こっち向くんじゃないよ。こっち向くんじゃないよ。向こう向きたまえよ。背中向いてくれて構わへんねんで。構わへんねんで。頼むから。頼むから。はよ。はよ。はよ、向こう向きたまえよ。無理だ。無理だ。捕まる気ゼロかよ。捕まる気ゼロかよってやつ。ちょっと一匹は捕まえていきたいところではある。今じゃー、おらー、次やー、ウィングボールじゃ。よーし、ナイス。薬草が取れんだね。お、新しい技覚える。ちょっと待って、あ、ミスだ。ん？あ、ZR ね。分かってなさすぎか。技覚え、もう覚えてると思うけど。催眠術ナイス。豪華ゼロ何か覚えるみたいなことね。見たんですけど。大奮劇何ですかねそれは。初めて見たぞ、そんな。激しい炎を放ち。ながら暴れ回って攻撃する。技を出した後、熱中状態になる。どういうこと？どういうことってなってる。あ、そういえば。あ、ま、いいか。そういえば、ちょっとガブリアス持ってくるの忘れてね。氷タイプのところやから、大して、いいとは思わんけど。何かある？と思った。思った。よいしょ。こういうところ何が取れんのか。気になる。ああ、ボンクルーの実とかそこらへんか。こういうところでね、ちゃんとね。やっとかないとね。エイパもいなくね。エイパもいなくね。いるね。エイパもいますね。お、何かありますね。ちょっと行こう。ともしびのやつね。ともしびのマニマニね。何やろ。別のあれ。やつやね。やってもっとるよ。そこ！うぃー！入ってしまえ！レベル何もか知らんけど。46か。なるほどな。理解した。お、なんかあったやん。ちょっとゴリゴリミネラル欲しい。ゴリゴリなミネラル欲しいよ。いますね。そこ当たらんやらかしたまあ、いや、行こう。間違えた。この人なんかあったん？ちょっと危ない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 。よいしょ、あかんあかんかったやつやせいや。ちょ、レベル上げもしたい。あ、また、雪わらしいた。雪わらしは捕まえるべきや。何匹か捕まえときたい。雪目の子したい。氷ゴーストや。もう、ゴーストタイプおらんから俺、持ってないからほとんど。向こう向きたまえよ。向こう向きたまえよ。まあ、俺が向かせたらいいだけの話だけど。よいしょ。どうよ。今あ、餌を食べた数もあるんか。なるほどな。ありがとうございます。向こう側も何かありそうだよね。大ニューラーの、ちょっと乗っていこう。行くところ向こう側か。なんだ。え、あれ、じゃあ下なんなん？下なんなんてな。ミスト、あっぶなあぶなってなった。こっちなんなん？クレーバスの抜け道。なんだ？こっち、あ！氷タイプのやついますね。ちょっと捕まえときたいかな。一匹、二匹は。
結構重いからな。そこあかんかな。どうやろ、ウィングボール入ってくれたら嬉しいけど。よーし、ナイスカチコール。ゴリゴリビニダルナイス。よいしょ、スーパーボール、スーパーボール。おー、いいよいいよ、ずーっと食べておいて。入ったかな。よーし、ウェイ。鉄のかけらとスライの玉石。やったね、2匹目ゲッツ。そういうことしながら言ってるとね、コダックも進化できるかななんて思うからさ。あ、こっちに出てくんのね。なるほどね。あ、なんかある。あ、ウリムおる、ウリムおる。欲しい欲しい欲しい、だいぶ欲しい。あー、そっち行かないでいいよ。よし、そこ、あ、S 上げた回数もあんな。ちょっと見ていくか。うん、グリムゲットだぜ。やったね。あー、こちらはエイバムと。危ない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 。ちょ、待ちだ。せいや、食べてくれてえれ、食べてくれてえれ。ちょっと餌食べた回数、ほら、そこ、イノムは来ない。いや、マンム、ま、イノム。4回やから5回で。よし、食べてくれ。せいや、ナイスである。29か。お、ゴーストもおんのか。マジか。ちょ、違う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 。危ない危ない危ない。そこ。うん。おお、いたんかい。そこ、メガトンボールでお願いします。よし。ナイス。いいね。ヘビ棒。どうやろ。スーパーボール入るかな。どうやろ、ちょっと試してみたくなった。普通で。無理でーす。はーい。はーい。ちょっと試したくなっちゃいましたね。メガトンボールでお願いします。せいや、なに、出るだと、やばす。ちょっと待って待って、あ、豪華ザル、豪華ザル、豪華ザル、ウェイウェイウェイ。あ、イノムの、イノムの目がかわいい。炎のパンチじゃなんだって。おー、つらら落とされていく、吹雪かれていく。いや、どんだけ。いや、霜焼け、霜焼け。やめたまえ。イノム、やるやる。全員のレベルね、上げないといけないからね。お疲れ様でーす。イノムさん、お疲れ様です。おー、雪払い様。エリブーやん。危ない危ない危ない。
ジで？マジで言ってるそれ。俺の身一個無駄にしてもったいないか。どうしたよ。今じゃおら。よし。ナイスエレブ。お、エレブレベル50だろ。マジかよ。もう一匹あるからちょっと捕まえておこうかな。せいや。そこ。また入らんかな。どうやろ。いや、入った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 。ナイス。ナイスってやつやな。あー。ん？あ、いいもんな。いらんかな。ん？どうした？どうしたってね。25位から生だな。もうちょっとレベル上げていかんとな。ちょっと。何する気や？何がした？エイパム。おー、ゴール聞いたなー。ちょっとめっちゃびっくりしたわ。やめて、来ないで。来ないで。お、エレキッドおるやんか。ちょっと捕まえたい。なんか意外とでかいやつおるな。あそこに。いけるやろ。そこ、なに？あれ？何が起こった今？ちょっと待って。今何が起こりました？入ってなさすぎやろ。入ったの？何が起こったマジで？せいや、ええ、スーパーボールで入れたら、なんでやねん！ねえ、餌あるやんか、そっちに行っとけ！そっちに行っとけ！餌の場合ありません、行っとけばいいんじゃ。いいんじゃ。俺が捕まえてやるから、捕まえてあげるから、ってやつ。よし！いや、違うな。ん？見向きもしない！おぼんだとダメなのか！な、クラブ。は？マジかよ。そこ、な、さっきなんでうまく当てらんかったんか。よう、わからねえけども。うん。よーし、よし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 。あ、い、え？ウリムの。あれ、やばいやん。よし。ならこっちや。あ、見せた！やばい！あ、雪かぶり盛りやってた。やばい。そこ！あかん、あ、入ったかな？どうやろ？あかんな！あれ欲しいな。重いセンスがここありそうやん。すごくありそうやん。おい、ちょっと待って。セーフ。セーフなので、もう一匹欲しいかな。うわー、こっち向くな。こっち向くな。ほらー。うん。あ、下手くそか。ほら、よし、開いてしまえ。あ、フェザーボールやったからな。ちょっと、こっち向かって。オッケー。セーフ。セーフ。無理か。よし、じゃあ、メガトンボールお願いします。そこ、あかんかな。あかんな。ちょっと欲しいな。あの、大きいやつ。大きいやつ行って欲しいな。うん。ハイパーボールで行くしかねえな、これは。うん。それを感じている。そこじゃ、入ってしまえ。よし、入った！ナイス。多分、重いやつあるやろ。ほら！ほら！2匹目は来てた。ナイス。雪の王もおるね。ほら！入ってしまえ。ナイス、雪かぶり。でかいな。おーい！ちょっと待って。めっちゃ焦るやんか。メガトンボール。ほらよ、入ってしまえ。
出たくれ、あいつ。あ、身は若くないな。ならいいや。ならいいや。あれ。よし、ウィングボールで。捕まえたろ。ちょっとこっち向かって、おわちょっと、やばい。もう。よし。あれはワンリティか。ぽいな。感じ的な。こっち向いてません。ちょっと向こう向きたまえよ。そう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 。ほらー。俺がー、捕まえてあげるよー。ゆきのおちゃん。ほらー。俺のもの。いや、違う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 。何そのジャイアニズム。何ここ、何ここなんなん？一体なんだというのか？ほう？ん？あ、やばい！これはやばい。こっち向かないよね。今じゃ！イエイイエイ！ほら、カチコール。俺の元へと来るがよいぞ。来るがよいぞ。あばすぎるな、手元。ん？なんだあれ？ムーマか！なるほど。そこ！よーし！入ってしまえ！よし、レベル27まで上がる。ありがてー。なんかでかいやついる。なんなんやろ、あれ。これなんなんやろ。クレベース？クレベースだったりする？これポケモン違うな。調べる。氷で覆われた岩。触ると自分まで凍りそう。こっちこっちやぞってやつやな。あ、なんとなくわかった。ここに、イーグル連れてきて、レベル上がれば、レベル上げれば、とあるポケモンに進化するんやろ。わかった。それはわかった。なんか変な音が聞こえたよな。ムーマいる！そこじゃ、入ってしまえ。無理か。よーし。レベル上げつつ行きたい。こっち向いてるな。わかりにくいな。なんだ？あ、ムーマか。なんだ？ちょ、どうよ、何よ、びっくりした。すげえびっくりした。泣き声にびっくりした。これ、バレても問題なさそう。あ。なるほど。カチコールはまるバレとっても大丈夫やね。さてと。怖い。進化させたいからね。入ってしまえ！よし、入った！ナイス！いろいろあるな。ちょっと待って。何かあるな。あまり見慣れないポケモンがいますね。ほら！入ってしまえ！あかん！危ない！
ちょっと待って。なんか見慣れるポケモンが一匹いるのよ。いるのよ。ほんと。よし、入ってしまえ。よし、ライス。いや、なんだろうあれ、ようわからん。間違えた。おう、そうなんや。あ、そうなるんや。見てて気持ちいいものがある。なにかお前。せいや、あ、後ろ取ってた。誰なん、わからん。ゾロ、え、ゾロ、ゾロ、え、ってなすごい、え、ってなへぇってなった。すごくへぇってなった。見覚えがないからさ。な、誰なんやろな、思ってさ。入れたら背面と取れて、勝つ。おい。何かな、思ったら。ゼロはってなったよ。びっくりした、ほんま。さあ、ってしまえ。よし。無理か。うん。あ、餌あげた回数もあんのや。ええー。食べてる最中やから大丈夫やろ。スライス。いいね。素晴らしいよ。で、ここどこ？いや、ほんまここどこってね。いや、何かありそうだな。もう28やからな。言うて。ここを二つ取っとかんとな。それすごく感じる。マークが、すごいあるから。なに？星のすら星！目覚めし、うわぁ！うわぁってなるわ。そういうのは星！いらんのこれ、泥団子いらんから。あ、経験やメス。使っとこう。ラムの実、木材一番いらんかな。ほんま。あ、星の砂やったか。よし。来たで。やった石。ん？寒風吹きすさぶ中、こんな錆びれたところまで。ご苦労なかったぜ。こちらにいらっしゃるのが、クレベースのキャプテンで。私の尊敬するハマ先生なの。席、背が高いよ。まずは名乗るといたしましょう。私はハマレンゲ。真珠団のキャプテンを務めております。お前さんがドラゴン金、お前さんが銀河団のドラゴン研究さんですね。おうよ。お前さんに問いたい。何故クレベースを沈めるのです。荒ぶっているから。さらに問います。荒ぶることの何がいけませんか？雪崩の可能性。さらに問いますぞ。銀河団の任務かどうかではなく、お前さんの意志はどうなのですか？沈める。これしかないよな。雪銀キングクレベスは誰にもどのポケモンにも迷惑をかけておりませんぞ。あの先生、熱くなってるよ。確かにクレベースはおとなしく、何ら問題を起こしておりません。ですがあの巨体、いつは暴れるのかという、みんなの不安を取り除くのも務めては？あるある。一理ある。だがそれなら私たちでこのものを確かめねばならん。
脳抜きはどうでもいいか。ほら、気分出そうや。お待ちよ。ちょっとお待ちよ。それでは認められる。確かめさせてくれないのであれば、私は筋肉を鍛えるだけです。ちょっと待って。スクワットしだしたね。スクワットしだしたね。ちょっと待ってや。いや、俺もただ単にちょっと勝ちコール。待って。よし。豪華皿にできたし、行こう。行きます。氷も私の筋肉もカッチカチだからな。砕けるか？スクワット、おお、鬼氷。行ってこい、豪華皿。雪メロコもいる。この間パンチだ。やけど、あ、なら終わるな。大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よーし、やっつけた。ナイス。タッタリビエ。24レベルか。ワンパンかな。ワンパンかな。うん。決着！早いな。相変わらずな。レベル30に上がる、コダックが。あれだよ、あれ。お見事だよ。硬い氷を砕きやがったな。おい、お前さんたち、この人は大丈夫だよ。ありがとう、ハマ先生。そんなの、ドラゴン TK さんは空から落ちてきて怪しむ人もいるけど、私は信じているの。プレベースを沈めるなら、永遠の氷を得て。キングボに来るといいでしょう。永遠の氷を集めるにはオーグルのソロを飛ぶ力が必要でな。細かい説明を省くが、わさびって娘を探してくれ。きちんと説明して。時間を惜しむとかえって時間を費やすよ。クレベースは真珠団の金。俺が説明するのもどうかと思うがな。いいか、クレベースが絡む永遠の氷は、純白の凍土に、林立する氷塊の上にあるんだよ。そこで混合団の出番だ。人はもちろん大ニューラも登れないから、ゴーグルで空から近づくって寸法よ。ちなみに氷塊だが、浜先生はあと2メートルのところまで登ったそうだ。筋肉は正義だな。そうかわさびだが、本当に飛んでるやつでな。まあ、喫茶神社に向かえば、どこかで会えるだろうよ。ん？わさび！ん？ああ、千里眼で見えちゃった。私と鬼ごっこだよね。私のいるところまで来ることができるかな？なぜあのような場所に？確かに飛んでるけど。なんだ飛ん、どういう意味？意味がようわからん。お前様わさびを追いかける。私は、寸化を死んで鍛える。いや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 。スクワットしすぎ。いけってこと？つまり。ちょっと待って。これ撮りたい。これだけは撮っときたい。なんか、気持ち悪い。うん。あ、こっか、こっちから行けるのかいな。それは知らなんだ。寒くないの？って思うけどね。さて、はじめまして。私の名前はホサリ。ドラゴン TK さんよろしく。はじめまして。あなたの噂は聞いてるよ。すっごく強いんでしょ？遊びの遊び相手にいいかも。わかってるって、クレベースを沈めるために多くの力を貸せってことだよね。うん、いいよ。ただし私を捕まえることができたらね。行こう、オーグル。どういうこと？鬼ごっこの、始まりってか。もしか、かくれんぼか。追いかける？どこに行った？向こう！は？はってなって。
だからこういう時はこれをね、使っていくよね。よいしょ。ある程度は捕まえたんでね。新しい手を、ちょっと待って、ちょっと、いる。新しいポケモンというか、捕まえてないポケモンいたら捕まえましょうで言おうと思ったやさきに。よう、ビクター！勝ちイコール落ち着け。勝ちイコール落ち着け。邪魔やな。行きましょう！あかんか。行ってくれ！入ってくれ！入らぬ！危ない！勝ち込んでるぜ！ほんま危ない！そこ！あれ？入ってしまえ！よっしゃ！行きましょう！オッケー！入るやろ。さすがに入るやろ。よーし！鬼氷ゲットだぜ！背中見せてくれてありがとう！まだいる！まあ、今はいいかな。どちら側？向こう側ね。メソ欲しいからな。あれのな。脅しもおるんか。後ろ、向いて、くれ、ほら、今。ほら、俺のところに来てくれて構わないんやで、ダメした！大丈夫です。